いらっしゃい、キリト。来てくれたんだ。うん、そうよね。早くスキルを上げないと。なんでもないの、気にしないで。さあ、早く始めましょう。自分に向かって飛んできたのは初めて。うん、ありがとう。でもこんな低レベルの火事で失敗しちゃうなんて。せいだ。消えたスキルは上げ直せばいいなんて軽く考えていたけど、うん、分かっちゃった。あー、やっぱそう見えちゃうか。得意様にまた逃げられちゃってさ。まあスキルがないんだから仕方ないよね。命を預ける武器をヘボカジュアに作らせるなんて自殺行為だし。有り余っているわね。入っていた注文はキャンセルになっちゃったし。出かけるってどこ。あ、ちょっと待ってよ。ここってなんだか落ち着く場所ね。そっか、戦闘スキルはあまり人に知られたくないものだものね。でもそんな場所私に教えちゃってよかったの？キリトとレジャースポットっていうのも楽しそうだったけどね。でもここで十分だよ。っていうかここに連れてきてくれて嬉しい。ありがとうね、キリト。でも勘違いしちゃうよ。こんなことするのは特別な人だけにするものだよ、キリト。
ション、それって私がキリトにとって、その…そんなことだとは思っていましたよ。言われたら悪い気はしないけれど、ね、キリト、あんたの命を支えてるその対価としてさ、ちょっとだけ充電させてよ。元気の充電中なの。すぐ終わるから。お願い、ちょっとだけ。ありがとう。気分転換して。うじうじ悩んでるより気合でスキル上げしていく方がいいに決まっているもの。私がまた落ち込んでたら、またあの場所に連れてってくれる？充電も？お、言ったな。約束だからね。それじゃあ、今日はありがとうキリト。またいつでも来てね。いらっしゃい。いらっしゃい。
Thank you.
様です。無事に帰ってきてくれてほっとしました。パパたちならこの先の階層もどんどん解放していけますよ。どういたしまして。パパ、今日はこの後お休みですか？よう。
くっ。いいぞ。任せ
Thank you.
したの？いよいよか。それって、いよいよだね。そうだな。よし。あれ？あんたこんな時間に何してるのよ。ちょっと嫌な夢をね。昔、そう、忘れるなってことなのかしら。とにかく驚かないでね。私も戸惑ってるんだから。私が SAO ソードアートオンラインのことを聞いたのは、たくさん死人が出ている最悪のデスゲームだって。首謀者はまだ捕まっていないって言ってた。ええ、落ちてきてあんたに受け止められたあの時に、私はこの世界に迷い込んだ。
ブギアなんてとっくに発売中止よ。多分メディキュボイドのせいね。医療用の機械なんだけど、フルダイブ技術を応用して医療に役立てようって機械で、ナブギアと同じシステムを積んでいるの。目や耳が不自由な人に VR 技術が役立つってのはかなり昔から言われてたことでしょ。あと感覚の遮断も麻酔の代わりに使えるかもしれないとか、私はそのどっちでもなくて、カウンセリング系のテストだったんだけど、 VRMMO はなんとか療法にいい効果が期待できそうだとか、もちろん SAO じゃない、もっと無難な VRMMO でね。それでアバター作成してカウンセラーを待ってたら、急に足元が揺れて、そこからはもう訳がわからなかった。落ちてるのか吸い込まれてるのか、頭もクラクラしてた。そうでもないけどね。忘れていたかったことまで思い出したから。そうね。ごめんなさい。私もあまり話したくても。私がここに来たのは、運命だったのかもしれ、まだ実感はないんだけど、この世界で敵に倒されると、プレイヤーは、あんた、それ、本気で言ってる。どうしてよ、雪吊りの私なんかに。私こそマナー違反だったわね。あんた話したくないって顔してる。私ね、今まではあんたのこと失礼な変なやつくらいにしか思ってなかったけど、でももしかしたら私たち意外と似た者同士なのかもね。今なんだかそんな気がした。なんだ？じゃあ。
Thank you.